心技体すべてがこのメンターで解決できるっていうのは他にはない練習器具かなと個人的にはすごく思ってるので、タスゴルフいつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日もゴルフサイエンスの世界をお届けしたいと思っております。今日もですねタスクゴルフバーの方からお届けしてます。はい、タスクさん、これちょっと前から気になってたんですけど、うん、3D スイングメンターあるじゃないですか、はい、3D スイングメンターを振る前に、うん、なんか準備運動とかした方がいいのかなと思って、そのゴルフを始める前にちゃんと体とか準備運動してからメンターとか振った方がより重心管理しやすいのかなと思って、あ、それはあるかもしれませんね、はい、ちょっとそのあたり教えていただきたいなと思います。めちゃめちゃいい質問だと思います。実は 3D スイングメンターというのは、まあ、構造計算上ですね、基本ゴルフクラブと全く同じ挙動をするということはですね、ある大学からですね検証していただいてはっきりしてるんですけども、それにその変重心特性が 30% 増されているということなんですね。なのでこれってですね、実際万振りするとかなり大きなエネルギーになります。ただしこの大きなエネルギーをかけたとしてもですね、きちんと扱っていただければですね、体サイドには問題がないように構造計算されているということですね、うん、これは青木功さんのですね、体を作ったと言われる久慈先生、人体工学的にですね問題ないというお墨付きを得ておりますし、その辺は非常に慎重に構造計算して作っておりますけれども、とはいえすごくエネルギーが大きくなると。ただそのメンターをですね振っていただくというのは、まずその初級中級者ぐらいの方については、またはその上級者の一部もそうですけども、いわゆるその南半球でこう揺らしていただくということだけで重心管理感というのは得られていくんですね。それで引っ張り上げるとあら不思議トップが形成されると。であとはやることは、ただに引っ張り落ちていけば、あとはクラブが勝手に重心を管理してボールを打ち抜いていくという、勝手にヘッドが出ていく感じをですね得ていただけるんですね。しかもそのフィニッシュを取れていくというようなことでですね、あまりブンブン振るというよりはそのような中で重心管理をしてくださいという器具であることは確か。ただ一方でやっぱりプロレベルの人とか、あとトップアマチュアぐらいになるとですね、実は男子プロでも何回も優勝している有名選手とかも使っていただいてますけども、基本ブンブン振っていただくとですね、実は彼らのような方をですね、どこで重心が外してるかということを感知できる、そういうふうな形で利用していただいている方もいるっていうことなんですね。もちろんそのブンブン振っていただいていいんですけども、そういう中でやはり体のサイドの方っていうのは、それでもって可動域が増えたりとか、そういういい効果もあると同時に、やはりそのエネルギーに対する耐性っていうのはなきゃいけないので、はい、まあ、この辺のあたりもですね、体目線で専門家の人に意見を聞くということはちょっと必要なので。なるほど、はい、それはすごい楽しみです。早速お呼びしたいと思います。理学療法士の相馬さんです、はい、今日もありがとうございます。お願いします。ということで相馬さん自体がメンターで短期間でパフォーマンスを出されてますけども、はい、本当にメンターのプロトタイプの時から、はい、相馬さんにはですね、実際僕に会いに来てもらって、はい、それメンターを実際ずいぶん前の段階からですね、はい、使っていただいてるんですけど、まあ、そういう中で、まあ、例えばそのメンターって結構ちょっと大きなエネルギーになるじゃないですか。それに対してどういう準備をしたらいいかとか、そのあたり体の方の話として何かありますでしょうか、はい、これラウンド前なのか、うん、練習前なのかで大きく話が変わってくるのかなっていうようなことではあると思うんですけど、まあ練習前にとってはやはり怪我の予防っていうのがかなり重要になってくると思います。もちろんラウンドでは怪我の予防も大事なんですけど、どちらかというとパフォーマンスを上げるウォーミングアップっていうのが大事だと思います。練習前はやはり怪我の予防のためのウォーミングアップが大事だと思うんですけれども、どちらとして共通して言えるのが、やっぱりまずは大きな筋肉をしっかり動かしてあげるっていうのがとても大事になりますので、まあ伸ばすストレストレッチというよりは動的ストレッチっていうんですけれど、うん、動かす方のストレッチですね、うんうんうん、これがすごくおすすめではあるかなっていうような感じです、はい。ただメンター自体がもうウォーミングアップの器具としても使えるかなと個人的には思っているぐらいなんですね。やはり 630g っていうほど普通のゴルフクラブよりも重たい器具ではありますので、それを使って大きく体を回旋していただいたりとか、杖代わりといってはあれなんですけど、まあ杖のように使って股関節をこう大きく回していただいたりとか、そういったことで大きな筋肉を動かすストレッチですね、そういったストレッチがとてもおすすめかなというような形ではあります。先ほども最初にメンター自体がもうウォーミングアップ器具としてもうかなり優秀に使えると思いますので、うん、もうゴルフ場練習前でもメンターを振っていただくとかなりウォーミングアップとしても使えるかなというような形です、うんうん、
あとはラウンド前に関してはやはりパフォーマンスを上げていく必要がありますので、パフォーマンスを上げていくためにはある程度の心拍数を上げて全身の血流量を上げていく必要がありますので、うん、まあ、ラウンド前にお時間があればですけれど、うん、まあ、10分から20分歩いたりとか、うん、ちょっと軽くジョギングをするっていうような形を取っていただけると、で、ね、パフォーマンスは上がりやすい形、そこからウォーミングアップを始める、何もそのもちろんウォーミングアップにはなるんですけど、先ほどお伝えした動的なストレッチですね、うん、大きな関節をゆっくり大きく動かしていくストレッチをしていただけるとかなりパフォーマンスが上がりやすい状況でラウンドに迎えるのではないかなというふうには思っています。なるほど、はい、まあ、そのメンターをね、開発者目線で言えば、まあ、重心管理のための器具として開発したんですけども、はい、それがストレッチに使えるとあそうかと思いますね、はい、なので一般的にはその動的ストレッチをやろうと思うと、はい、バット振ってる人が多いっていうことですよ ね、 そうですね、だからそのバットじゃなくてメンターでいいってことですね、はい、そうですね、しかもメンターは変重心のはい、もうだから本当ゴルフガルバを振ってるっていうことにもなるわけだし、はい、っていうあたりの話ですよね。なるほど、面白いです。これも別動画でウォーミングアップの一連の流れっていうのをまとめた動画をお伝えすることももし可能でしたら、それもめちゃめちゃいいじゃないですか、はい、あのできたらなというような、ぜひお願いします。やはりラウンドのウォーミングアップなのか練習のウォーミングアップなのかっていうのはすごく大事だと思いますので、これちょっと実演することができないので、練習用のウォーミングアップ、ラウンド前のウォーミングアップ、それぞれ使い分けていただけると、この間タスクゴルフマインドバー編でもお伝えしてたあのルーティンのお話ですね、うん、練習前のウォーミングアップがルーティンの一環として使うことができると思いますので、はい、よりメンタルの部分にもかなり作用してくるものだとは思いますので、それが結果的にゴルフのパフォーマンスアップにつながっていくかなというような形にはなりますので、そこもかなり大きなポイントを占めていくのではないかなというふうに思っています、はい、そういうことですか、はい、なんかその話を聞いていくと、メンターは練習機器として開発したんだけど、その時の自分の思いというのは変重心特性、まずそれが可視化できるかということ、あと膨大なクラブエネルギー、そしてそれに対してその重心を外していくとできれば触れないようにするような器具を作りたいという思いと、あともう一つは満振りできる、要するに重心管理さえされば満振りもしっかりできるって、実はねこれがねフルスイングができるっていうのはなかなか難しいんですよ、器具としては、うん、ありとあらゆる練習器具って実は売られてますけど、あれフルスイングすると体痛める系のものがほとんどなんですよ、世の中に出てるもの、はい、だからそこは細心注意をして人間工学的に被差人選に入ってもらって、はい、そして検証していったんですよね、はい、そうすると分かってきたのは、人間は重心管理さえすれば満振りしていくことによって体の影響って実はないんですよ、あんまり、うん、っていうことが分かってきたりとかして、これめちゃめちゃ面白いプロセスだったんですけど、さらに今の話だと実際のラウンドとかでもそういう動的ストレッチも使えるし、まあまあいい練習器具が です、ね、すごいなと思って、はい、いや本当にもう身体面も技術面も両方カバーできるっていうことでいうと、はい、うん、こういった練習器具は僕の中では見たことがない、今まで触れたこともない練習器具、ね、まあ、自分は一ゴルファーとしてもあのすごい、うん、新鮮な練習器具でしたし、はい、一応体のプロの目線から見ても、はい、ウォーミングアップにも使えますし、元も子もない話をしてしまえば、これ振ってもらえればウォーミングアップ完成ですよっていうところも全然できると思いますので、なるほど、はい、そのウォーミングアップ目線の話は全然僕にはなかったですでもよく考えたら、はい、そりゃそうだよねって、ね、だからバット振ってるよりいいでしょって話に絶対いいですね、なりますよね、はい、確かにね、はい、僕も一ゴルファーとして練習前、ラウンド前必ずメンターを振ってから、うんうん、そしてメンターを使って動的ストレッチを行ってから、うん、ラウンドに入っていく、練習に入っていくっていうような、うん、まあ、それこそ一つのルーティンができているかなというような形でもありますので、うん、まあ、身体面技術面どちらもカバーできているのがこのメンターかなっていうふうに思ってます。なるほどね、でもそれで思い浮かぶのはあれゆうちゃんですね、はい、でゆうちゃんは全然だって3年前はクラブの握り方分かんないでクラブ買ったんですけどどうに行っていいんですかというところから来たんですよ。そこからクラブを買ってはいたものの、実際はメンター振ってるだけだったんですね、はい、だからその間で重心管理を覚えて、でそれでストレッチとかそういうその体のサイドの方の鍛えることもできたってことですね、はい、だからゆうちゃんすごいスタイルもいいしすごい小柄なんですよ、はい、なのにめちゃめちゃ飛ぶんですよ、はい、
だからそういうことがこれは全部偶然だったんですけど起こっていたってことですね。今ゆうちゃんは東京に出てきてレッスンプロやってますからすごい美スイングですね、はい、美しいスイングということですごい人気なんですけど、はい、本当に美しいんですよ。要するにそのクラブエネルギーが流れるようにリリースされていくっていう、それであれだけスタイルが良くて小柄なのにボーラーぶっ飛んでいくんでちょっとびっくりなんですけど、よくよく考えてこれってメンタルのおかげなんだよねみたいないうふうには思ったりしますね。確かに彼女の身体能力もあるけどやっぱりそういうところでちょっと寄与した部分は大きいじゃないかなと今の話を聞いて思いますね。僕も一タスクゴルフのヘビーユーザーとしては全部が全部つながってるなっていうところで、技術面もそうですし身体面もそうですしメンタル面もそうですね。メンターを使ってウォーミングアップをすることでそれがルーティンの一環になって、それがメンタル面も補うことができますし、そして重心管理も体に覚えさせることができるので技術面も当然上がりますし、重心管理ができてれば身体面の負荷も抑えることができるので身体面もカバーできるっていう、この3つの部分ですね、心技体すべてがこのメンターで解決できるっていうのは他にはない練習器具かなと個人的にはすごく思っているのですごくありがたいです。こちらこそ本当に返してよかったと思います。ただ今の話を総合すると実際はメンターはすごくその辺重心特性が拡大されるからそれに対して自分が対抗していかなきゃいけない、そして重心管理して拮抗関係を作らなきゃいけない、でもまあ結局は結論としては振ってりゃいいんだよって話になるんですよね。ただそれを例えばメンター持ってない人、はい、がそれをやっていくとしたらどうなんだろうなっていつも考えるんですけど、そうするとゴルフクラブを2本持ってもらってある程度は辺重心特性が拡大するから、でそういう中でこう振ってもらったりがいいのかなと思ったりとかいろいろする、なんかアイデアあります？そのあたり。そうですね、僕もパッと思いつくのはやっぱり2本クラブを、まあそうですよね、僕もそう思うんですよ。重たいもので筋肉を大きく動かすことによって、はい、血流量も上げることができますし、やっぱり基本的には大きな筋肉を使うことがウォーミングアップでは大前提になってきますので、そういった意味では1本だとちょっと軽いかなっていうところもあるので、2本ないし3本持っていただいて大きく動いていただくことがかなりウォーミングアップでは有効かなというふうには思っています。うん、まあ、そうですね、はい、確かに、まあ、それは重いバットもいいのかと思いきやそのバットは辺重心じゃないので、はい、やっぱゴルフクラブを振るというそのスイングの準備運動にはならない。だからゴルフクラブそのものを振りたいけどそれを辺重心特性を拡大すると思ったら2本持って振っていただくということなんだけど、でもそれ2本持つからグリップができないんですよね、2本になっちゃうからね、はい、だからここで精緻に重心管理できるといったらなかなかできないで、そのあたりがちょっと難しい部分になってくるけども、はい、まだやらないよりはいいかもしれませんね、はい、確かにね。そうですね、まあ、そこで重心管理をしていくってなったらもちろんメンターが一番いいですけど、なかなか難しい中で、まあ、ことウォーミングアップ、体目線で言うと重たいものを持ってそれを大きく動かしていただくっていうのが一番体にとってはプラスに働くっていうことにはなるかなっていうことですね。今日はですねメンターの開発者としてもすごいなるほどっていうお話聞けて本当にありがとうございます、はい、なのでまあ結論としてはですね、はい、メンターを振ればそれが辺重心の道具を振ってるってことになり、重心管理も得ながらしかも体の動的ストレッチにもなるということですよね、はい、もう全てがそこで解決してしまうというような形にはなってしまいます。ありがとうございます。なので今回ですねメンターを振る前に準備運動とか必要なのかということあったんですけど、実はメンターを振っていれば準備運動になるということの結論だと思います。ということで本当に今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。